ございます。おはようございます。ヘルチャンネルサブの時間でございますですよ。出発した早々ではございますですが、ちょっとどっかで止まらないといけないなっていうふうにですね、今思っております。なんでかって言ったらですね、これ N 番乗ってるんですけど、今日はですね、子供がですね、免許を取ってですね、学校の通学用にですね、この N 番使ってるんですよ。ね、免許の取り立てというわけでございますので、この N 番にはですね、若葉マークがついてることにですね、今気がつきました。取ろうぜ、取ろうぜ。法律的なことはですね、よくわかんないんですけど、ほら、小津さん、一年生じゃないじゃないですか。それなのに若葉マークをつけてるっていうのはですね、なんか法律に引っかかるのかなって思って、ちょっとそれも心配ではございますので、サクサクっとですね、マークを取ってきます。よっからちょっといい、取ってきました。そんなわけでございまして、右ウィンカーよしでございまして、発進でございます。おいでですね、今日はですね、何するのかって言ったらですね、サブチャンネルじゃないですか。大したことしないんですよ。期待しないでね。お昼ご飯食べようかな、この中でっていうふうにですね、思ってるわけでございます。で、コンビニエンスストアに行ってですね、冷やし中華かですね、冷やしうどんもですね、自分で作らんのかいっていうところでですね、本当にですね、今日はですね、そういう出来合いのものを買ってきてですね、N バーの中でですね、昼食を食べる様子をですね、お届けいたしますので、皆様お付き合いのほどよろしくお願いいたします。というわけでございまして、地元セブンイレブンも、馴染みをね、地元セブンイレブンにですね、到着するというわけなんでございますですが、どうしようかな、セブンイレブンで買おうかな、まあ、ここでですね、冷やし中華か、冷やしうどんを買ってもいいんですけど、ここ来たらですね、もう、レジ打ちのバイトの方がですね、小津さんが来たらですよ、エコーを必ず2つ、なんか取り出してですね、どうせエコー買うんじゃろうみたいな感じでですね、待機してるというわけでございます。まあ、買うんですけどね、大津さんはね、思うわけだ。ここのセブンイレブンであだ名つけられてるんじゃないんかなっていうふうにですね、思うんですよ。あ、来たよ、エコーの大津さんが、みたいな感じでですね、なんかあだ名つけられてるんじゃないんかな、みたいなこともですね、思ってるわけでございます。いいのよ、別に。よっこらー、ヒット。ただいま。このアングルでもいいんですけど、大津さんの顔が全然映らないなっていうのがちょっと寂しいなっていうところをですね、今感じております。別に大津さんの顔なんかですね、映らなくてもいいよっていうふうにですね、思われてる方いらっしゃると思うんですけど、まあまあ、そんな寂しいことはですね、言わないでくださいよというわけでございます。では、左折。そんなわけでございまして、さあ、あとはですね、どこで食べようかなっていうところをですね、あそこにしよう。トイレ付きのですね、いいところがございます。というわけでございまして、トイレ付きのですね、いいところにですね、今向かってるというわけなんでございますですが、こうやって N 番乗ってですね、運転しているとですね、この子で長距離ドライブしたいなっていうふうにですね、思っているんですよ。過去にはですね、四国行ったりとかですね、九州行ったりなんかですね、してたじゃないですか。そういや、最近 N 番でヘルさん、遠くに行かないねっていうふうにですね、思われてる方いらっしゃると思うんですけど、それにはですね、理由があるんですよ。実はですね、この N 番はですね、リース車というわけでございましてですね、年間1万キロっていうですね、そういう契約してるんですよ。だいぶオーバーしてるんですよ、この車。だからね、遠乗り見使えないというわけでございましてですね、いやー、リースはね、ちょっと良くなかったなっていうふうにですね、思っております。思うんですけど、この N 番でリースじゃなかったらですね、おじさんですね、こいつ乗ってすげえ旅に出てると思いますよ。だって車中泊できるじゃないですか。ブワーッと行けるところまで行って、うわー、もう眠となったわ、言ったらこの中で寝りゃいいというわけでございましてですね。いやー、もう本当に普通に買っときゃよかったっていうふうにですね、今それを痛感しております。おーおー、道路が濡れとりますですよ。これは今日バイク乗って出発せんでよかったっていうふうにですね、今感じております。さてさて、目的地近くまでやってまいりました。ここをですね、右に曲がりまして、さあどうだ。おお、車止まっていませんですよ。大津さんがですね、独り占めというわけでございます。というわけでございまして、トイレ付きのですね、公園に到着しました。さあどっちの向きに止めようかなっていうのがですね、ここをほらサラリーマンの方とかですね、お昼ご飯食べにですね、よくですね寄るところでございますので、あんまり目立つようなところに止めたくないんだ。到着というわけでございまして、何を買ってきたかって言ったらですね、
これですよね。あ、こっちだ。ミニ冷やし中華っていうものをですね、買ってまいりました。ここ最近ですね、食べ過ぎというわけでございまして、ミニをですね、選んでみました。で、ちょこっと映ってるのがですね、やっぱりね、レジでですね、待ち構えていらっしゃいましたので、買うつもりはなかったんですけど、買ってしまいました。日頃ですね、コンビニでこんな冷やし中華なんかですね、食べやせんよっていう方のためにですね、おじさんがですね、レクチャーしてあげましょう。まずですね、取り出しましたのはですね、スープでございます。こいつをですね、ここにですね、ぶっかけてしまうというわけでございます。これをね、こうやってピューっとかけちゃうのよ。ほいでね、練りからしをですね、おじさん先にですね、練りからしをですね、入れる派でございます。そして次はですね、こちらのですね、具材セットをですね、ここにですね、ぶち込むというわけでございます。今日はですね、比較的ですね、こうやって綺麗にですね、並べてみようかなっていうふうにですね、あー、こぼれたよ綺麗にするんじゃなかった。やっぱりガサっていった方が良かったなっていうふうにですね、今は思ったわけでございます。もういいよ。どうせくしゃくしゃに混ぜるんですから、いつもの通りですね、くしゃくしゃにですね、置いていくというわけでございます。そして、この具材を全部ぶち込みましたら、おもむろにですね、こいつをですね、かき混ぜていくというわけでございます。はい、というわけでございまして、これでですね、全部ですね、混ざりました。具材が全部下の方にですね、行ってしまいましたけど、一応これで完成でございます。簡単でしょ？そんなわけでございまして、カメラをですね、おじさんの方向に向けたというわけなんでございますですが、新しいカメラで撮影してるんですよ。すごい画角が狭くてですね、おじさんの顔がですね、アップに映ってるというわけでございまして、こう、ねえ、ちょっといかがなものかなっていうところはですね、ごめんね、しばらくですね、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは、実食。ツッコミが入ると思うんで先に言っとくんですけど、さっき食べるときにですね、こうやってですね、ふーとかね、やってしまってですね、これはもう癖ですね。練りからしがよう効いてますですよ。ほいでですね、エンジン切ってこの中荷台で食べてるじゃないですか。すっげー蒸し暑いんだ。ね、アイドリングできませんからですね。よかったよ、これで。本当にこれで羅圧しとったら地獄だったわ。ちょっといかに言ってもですね、蒸し暑いというわけでございますので、涼しい。冷たい風が、冷たい風ってことはないんですけど、生ぬるい風がですね、湿気を帯びたですね、そして草刈りのですね、エンジン音がですね、鳴り響いてあるというわけでございます。都会に住まれてる方はですね、夜中に暴走族の人が、まあ暴走族の人がですね、今ですね、いるかどうかっていうのはですね、疑問には残るんですけど、ワン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 とかってですね、そういう風にですね、夜中にやるじゃないですか。田舎はですね、日中にですね、こうやってですね、ワイーンってですね、草刈り機の音がですね、本当に鳴り響いてるというところもですね、皆さんにはですね、お伝え申し上げておきます。おお。うわ、効くね。わさびが効きましたよ。というわけでございまして、というわけでございまして。うお、うさ、本当にもう毒にも薬にもならんような動画撮るねっていうふうに。いいじゃない、サブチャンネルですから。というわけでございまして、今日はですね、N 番に乗ってですね、おじさんがですね、冷やし中華ミニをですね、食べる様子をお届けいたしました。ではでは。